ました。娘ちゃん法学部を目指しているんでしょ。今度お茶の水女子大学に新しく法学部ができるらしいわよ。え、お茶に法学部が？そうなの。新設学部ができる年はみんな様子見で敬遠するから倍率が低かったりテストが簡単だったりするんだって。狙い目なんじゃないの？いや、お茶が狙い目ってことはないだろうけど、まあ調べてみるよ。チャンネル登録よろしくお願いします。母は先日娘と二人で理系国立短科大学〇〇大の見学に行ってきたところです。キャンパスを散策してから食堂を見に行きました。食堂も見ておきましょうか。食堂は想像を超える光景でした。なんじゃこれは。見渡す限り男子生徒で埋め尽くされていました。見える範囲にいる女子生徒は3人いるかいないかでした。9割が男子と聞いていたけれど、体感ではもっと男子校ね。女子のお友達できるのかな、不安ね。その日から母は理系短科大学の男女比のことがずっと気にかかっていました。そんな中、友人がお茶の水女子大学に工学部ができると教えてくれたのです。調べてみると、ただ女子大学にも工学部ができるそうです。主人と話し合いました。お茶と奈良城、どちらが入りやすいのかしら。あら、奈良女子大学の工学部は今年の4月から始まるのね。じゃあ2年後、奈良女子大学の工学部は普通に難しくなっているんじゃないのか。そうなると娘の受験年から始まるお茶の方がまだ受かりやすいんじゃ。あら、あなた、新設女子は入りやすいと言ったって相手はお茶なのよ。そこを狙って出願が殺到するんじゃないの。かえってひどいことになるかもしれないわ。こればっかりは読めないな。私は理系短科大学の〇〇大に行くから。え、どうして。お茶は女子の東大と言われているんだぞ。お茶めちゃくちゃかっこいいのに。私は〇〇大で姫になるんだ。私はサバサバした性格だから男子と仲良くできるもん。サバサバね。ああ、お田さんの姫みたいになるわけね。じゃあお茶の工学部も奈良城の工学部も諦めましょうか。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。